こんにちは。あーこんにちは、アルです。さあ、今日はですね、ヒーローモードの調査をしていきましょう。こちらです。じゃじゃん。眠り小悪魔さん、ありがとうございます。アルさん、こんにちは。娘からの調査依頼です。ヒーローモードのステージ 5-25 での忘れ去られた島にあるミステリーファイルですが、あえて取らずに箱だけ壊し、ジャンプで戻ってきてから、また忘れ去られた島に行ってジャンプすると、悲しいことになるそうです。なんだ？本当に悲しいそうです。調査お願いします。OK。多分、そのファイルは、取っとるけど、多分出てくるのは出てくるよね。よし、行ってみましょうか。5-25。はい、到着です。っていう感じで、いろんな調査をしていきますので、もしチャンネル登録まだだよっていう方は、チャンネル登録ポチッとねってやってくれると嬉しいです。これなんだ。ここもチャージャーでクリアしてないな。チャージャーで行こう。えい。よし、行きましょう。ここか。なんかあったな。よし。だ。チュン。ワイウェイウェイってやってって、この辺にあったよね。これか。よし。チャージキープがうまくできない。チャージ？あ、たまんのかい。シューン。おーい。楽しい。で、飛びます。飛びます、飛びますしていきます。ここのうわ、ここか。ここ大丈夫かな、チャージャーで。大丈夫か。ポーン。あ、むしろチャージャーの方がやりやすいかもしれんな。倒し。ガリー。壁を塗ってジャンプ。オッケー。ん？あ、これか。どこになんか、こうか。地味にね、動いたよね。じゃけ、見づらくて、難しい。それがこのベルトコンベア地帯です。うわーごめん。あのゴム目。足場を見つつ。よいしょ。あ、メミ。で、ここか。起動しましたよ。OK。で、扉がオープン。来るよ、来るよ。深呼吸ね。待てよ。チャージキープできるようにして、チャージキープアタック！もうチャージキープしない。OK。いいじゃん。忘れ去られた島がどこだったかを覚えてますかって言われると、曖昧な返事になるけどな。これ。なんか今の一発でやると、多分、なんかないかな。ちょっともう一回。なんか、こういう風船の並びを見ると、そんな気がするんで。いくぜ。チッ！いやー、一発じゃ割れんのか。うわー、どこ？チュイン、チュイン、チュイン。うわー、流れてるよ。危ない。忘れ去られた島。なんかあったよね、どっかにね。ほんとどこだったか覚えてない。しかもカーリングだった。カーリングがあればこれで塗っておいて、よし、オーケー、ウェイウェイウェイ、オッケー、これでいけるな。よし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 、攻めになったつもりで張り付くんよ。みんみんみん、私は攻めです。でこっか、あれかな、あー分かったぞ、思い出した。オッケー、危ない危ない、巻き込まれるとこだった。マリオだったら死んでたね。チュンチュンチュン、あんまチュンチュンしてないけど、チュンチュンチュン、ひょい、オッケー、よしよしよし、登ってます登ってます、めちゃめちゃや。オッケーオッケー、ここはチャージャーで来てよかったかもな。あって、ここはチャージャーむずいよね。よし、こうして、うわっさん、どこここ、何か投げてきた、全然来ないな。ヒュインヒュイン、いくら取れんのかい。あ、来た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 、ちょっと待って、こう塗っとこう、横とか縦とかを塗っておけばね、この辺も塗っておくことによりスプラトゥーンが生きるよね。よし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 、あとこれだな、これ乗ります。そうそうそう、あそこあそこ、ここ塗りたい、ここ塗りたい。ちょっと慎重に、よしよしよし、オッケー、わかわかわか、さっきと同じ、さっきの、よしよしよし、でここだよね。そう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 、これこれこれ、ここにねスイッチがありましたでしょ。これやってここに行きます。ちょい、これが僕は忘れ去られた島でしかで、なんだっけ、ミステリーファイルですが、あえて、とりあえず箱だけ壊してか。こんにちは。あはー、どうするんだっけ、あれか。よいしょ。これを待てよ、どこに入ったのかい、一回降りて、うん。あ、あるある。これですね、ミステリーファイル。こう、え？あっちに行けるんかな？シュイ！あー、ダメじゃん。あー、戻れんのんじゃん。で、ここでジャンプします。ピューン！で、こうやつの後ろにまずジャンプポイントがあるんで、これいきます。ジャンと。でここのいや、もうあるな、これを取らずにいけるんかな。よしよし、取らずにいったね、取らずにいったね今ね。よし、でもう一回あっちに行くと、シュイ、はい、戻りました。さあどうかな、いくぜ、ポイーン。うわー、なんだ悲しいな、むむ？足場は？さあ来ましたよ。もう一回やってみましょうね。なるほどなるほど。チュ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 イ。これ1回目なんで、あそこの足場があります。でこれ箱全部壊して、で取らないようにピョイって戻ります。戻りました。そしてまたこれね行って、危ねえ。 OK でまたこの島に来たら、あそこにあるよね。なんでダメだったんだろう。待って、あそこに足場あるけどな。ちょっと飛んでみましょうか。やばい。うわぁ、マジか。ちょっと回復してから飛ぼう。ふぅー。飛びますよ。飛ぶ。ああわかった、そういうことね。うわ危ねえな。本来木の箱で、なるほど、ピタって止まるところがそのまま惰性で落ちていくんだ。悲しい。これは面白い。いやーよく見つけましたねこれ。さすがだぜ。しゃーい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価などお待ちしております。いやー、探せばまだまだこのネタはあるっぽいですね。何か見つけた際には YouTube のコメントでお願いします。でね、こういう小ネタ動画が400本を今超えておりますので、もうね、多分見ようとしたらすごい時間かかるんじゃないかなと思うんですけど、そんな時はね、チャンネル登録ポチッとしてよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。シュン。